りバーベキュー、イエーイ。早いな。いメルヘン以外やってない。めちゃに見られてた。いつもそうやって一人で撮ってるんで。はい、ここにたくさんの具材が並んでおります。みんな好きなものをそれぞれ刺していくスタイルで焼いていきたいと思います。毒ブースが俺には。え、そう。美味しいよこれ。ここら辺美味しいよ。美味しいだろうな。あ、なんか見てるだけで口痒くなった。見てるだけで口痒くなった。食べ空気感染。何、俺これ全部好きだったんだけどな。ねえ、これ焼きおにぎり。はい、串刺していきます。こうやって刺すんよ的な。え、事例ここ。はい、あ、これ見本ね、見本。見本。これ贅沢だな、これ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 。こんな感じで刺していきたいと思います。ナナちゃん、何意地悪いよ。あなたずっとここにおるんか。じゃあどうすんの。今すぐ立って一緒に向こうに行くか、ママだけ向こうに行くか、どうすんの。後でまたくくったろ。んご機嫌直して同時に一気にアップロードしてる。え、というわけで今日の焼き鳥のメンバーを自己紹介していきます。ココロマンママです。ポンちゃんです。ワンちゃんです。社長です。カナタです。メイちゃんいる。メイちゃんいらない。マンツです。ココロマンです。テレビうんこしてます。なんでテレビうんこやねん、くさい。おばんですつけです。あ、シュータどこ、シュータどこ。逆光剣。あ、やってやって。あ、おばんですつけです。え、はいさい、どうも、おばです。すみ、ありがとう。じゃあ一緒に串刺しに行こうか。そうだね。手に刺さるか危ないから気つけよ。好きなものをほらこういう風にな。はい、ないの、まだだね。やっぱりちっちゃいのチーズやね。チーズに。お団子いる人。お皿は？俺のお皿。今食べるんちゃうで。食べたらあかんで。はい、社長スペシャル。出た。チビタのおでんみたいな。はい。おもろい。バランス重視。そのタイトルつけるやめてくれへん。これ撮っとうからね。いや、社長スペシャルって名前つけ出したら、ね、撮ってるからね。あ、嘘、どこで。そこ。おお。まだまだ、なんすかそれ、なんすかそれ。最悪、もう。よし。あー、うまいな。火ついた。うまくない。てか、でかいよ。シューター。そんなすんねん、うん、まあ、単品で売ってなかったっす。単品で売ってるやつは3500円ぐらいだ。落ち着きますか。はい、すいません、すいません、すいません、取ります。熱いです。あ、すごい、髪の毛すごい、みんながおる。あ、いいね、いい、こういう感じでいこう、こういう感じでいこう。すげえうまそうな匂いしてる。匂いはね。もう匂いはね、マジで腹減ったわ、ほんま。いや、もういいよ。何がいいんですか、逆に。生でも大丈夫だと自負してるから。そうですね、行ってみよう。まあ、これどう、ね、どう、これタレつけて焼いたけど、焼き上がったやつ、もうワンタレ。もう一回、もうワンタレ、もうワンタレ、絶対もうワンタレ、うんうん、もうワンタレ、ワンタレ。もう立ち食いですね、ここで。ですね。はい、はいはいはい。イカだけに。いや、これイカじゃねえ、鳥、鳥。口から煙が。煙が全部オーシャンの方に行ってる。なんでそんなイケメンなこと言うの。美味しいですか。いただきます。焼けてます。いや、まあ今のは焼けてた。え、まだ。これいけるだろ、シュータ。いや、これ中が微妙なんですよ。いただきます。つけば都です。いけねえな。うまい。眉、うまい。うまいよ。これさ、ちょっと温めて食べれるんじゃない。焼けてるよ、中。焼けてる。うん、
かけます。ガンガンいってください。もうそれ使い切る、使い切る感じで。うまそう、肉うなぁ。メッシュ中に潜ってたの。熱い熱い熱い、シューター、シューター。はい、最後もシューターです。あ、やってくれた。テンション高い便長。熱くない。テンションシューター、ロボットダンス。面白いロボコップ。むずいな、面白いロボコップ。いや、ロボコップ結構俺なんか世代じゃないしな。そうそうそう、分からん。あの、あれ、ほぼ人のやつでしょ。あの、第1話で警察官が死んだけど、あれですね、脳みそその方を使ってそれです、機械になる。そうなの、脳みそじゃないな、体、まあ、もう体を基本的には使うとこ使って、そうそう、ロボコップ。だから記憶とかが戻ってきちゃう。あー、後々ね。それやってみる。どうやるな、このまま焼いて後付けでいってみようか。温まれば OK です。ただ、多分冷たいです。食べるとね、食べるとね、食べるとね、食べるとね。何て言った、あれ炎上しちゃってる。やばい、炎上炎上、やばい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 。おー、そんな川飛び越えるなよ。やばいやばいやばい。あちちち、あー、川のだけにね。はい、川川ジャンプなって、川ジャンプ動画になってるけど、川ジャンプ動画になってるよ。川いや、こういう、俺でもこれはこれで好きよ。好きな川、この焦げた感じの川好きよ。じゃあ俺、椎茸もな、ちょっと残しておく。早い時期だでしょ、なんか使ってからきつい時期だでしょ。やばいやつ来たよ。美味しそう。絶対そっちの方がうまそうやん。俺それ食いたいですよ。持てない。俺それ食いたい。ここに置く意味ある。あ、ここにちょうだい、ここにちょうだい、ウインナーここにちょうだい。マジでうまそうやん。その玉ねぎとかやばいわ。いや、これあれです。社長スペシャルがバラバラになった。あー、そっちね。もう社長スペシャルがもうこれバラバラになったから、はい。おネギとか欲しいわ。ネギこれ、はい。絶対うまいやん。もう絶対うまい。違う、うまいっすね。はい、ネギもらう。玉ねぎもらう。玉ねぎはもらう。それ先、私が渡したやつ。うん、ありがとう。じゃあ行ってきます。あ、やばいやばいやばい。この時間にこんだけ食ったら夕飯いらんな。いらへんよな、ほんまに。何言うてるんだ君は。出るんすか。お前それ、お前子供が見たらどうした。俺もいらんってなるやん。食いますよ。だろ、いい影響を与える。比較的いい影響を与えてると思うんだけど、いい影響しかないわ。変顔だけね。顎だ、顎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 だけちょっと。顎はちょっと彼にとって。お母さん怒るから。許してないよって、怖。いや、顎の影響、そんな俺は顎押してないですよね。これ1個食べたい。1個だけどうなって。周りのみんなが顎を押して、ティーンが引っ張るもんな。超引っ張るから。ティーンが引っ張るから。自分でな、自ら、その顎ネタに入ってきたからやつ。いや、俺、そんな変顔したら出るけどね。変顔しかしてない。いや、まあ、そうね、そうね。変顔しないと出ない、イコール変顔しかしてなかったら、そうね。常出てる子なんだよ、それ。確かに、そうそう。その通りだ。こんなにかかると思わなかったもんね。確かにね。いや、この便長のつかないとこをつかないとと。ね。カーナーでつかんかったら、あれつかないよ。それつかないんだ。てか、バーナーでついてないの、これ。そうね。だってバーナー。バーナー、ちょ、バーナーからもう。バーナー。おおって。もうね。ああ、もうつく気すらしないもんね。木炭がな、パチパチいってるのに。木炭はパチパチいってたな。なあ、結局おにぎりが一番うまいっていう。で、外で食うおにぎりとかめっちゃうまくないですか。めっちゃうまい。なんか弁当とかねえ、なんだよこれ。なんだ、めちゃくちゃ美味しいですよね。めちゃめちゃうまい。なんなんすかね、あれ。あの効果についてちょっと研究で出てるし、多分調べてる人いるでしょ。でもそうしないと焼けないもんね、絶対。これさ、どう考えてもシシャモはさ、ママに焼いてもらった方がいいけど、もうあの火力が無理です。逆光。
なんか温めるようぐらいしかないもんね。保温程度。もう死んだ炭が。炭が死んだ。炭の。近いな。近い近い。モノノフみたいな感じ。逆光すごい。塩釣り食べてない、そういえば。焼けてない。一個も焼けてない。焼けない。食べてない。焼けない。はい、じゃあフライパンで焼きましょう。